1月25日九州大学医学部100年講堂にて福岡健康づくり県民会議総会日本健康会議 in 福岡を開催しました。開催にあたり小川知事が次のように挨拶をしました。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました県知事の小川博でございます。福岡健康づくり県民会議総会日本健康会議 in 福岡、これにご出席いただきまして誠にありがとうございます。皆さん方におかれましては日頃からそれぞれの立場から私どもの県政大変なご理解ご支援をいただいているところでございます。改めてお礼を申し上げます。本日健康な町職場づくりに取り組まれております日本健康会議とともにこの会議を開催できますことを大変光栄に存じております。渡辺事務局長をはじめ日本健康会議の皆様に改めて感謝を申し上げます。さて我が国は世界有数の長寿国に今なったわけでございますけれども、生涯にわたって元気に長く暮らしていくためには健康寿命を伸ばしていくことが重要でございます。そのためにはまず医療介護これを充実させることはもとよりのこと、県民の皆さん一人一人が改めてご自身の健康について考え自らその維持増進に取り組んでいくことが必要でございます。このため昨年の8月でございますがこの県民会議を立ち上げまして健診受診率の向上食生活の改善そして運動習慣の定着これを三本柱にいたしまして県民運動をスタートさせたところでございます。合わせて生活習慣病の発症リスクを提示をいたします久山元気予報天気予報ならぬ元気予報これを公開をいたしました。また県や医師会など関係団体で開催をいたしました健康21世紀福岡県大会ここにおきましては健康相談や測定等を通じまして県民の皆様方に直接それぞれの健康づくりの重要性というものを働きかけたわけでございます。本日は有料取り組み団体事業所の表彰ロゴマークと行動目標の設定に加えまして関連の講演や事例発表を行っていただく予定でございます。皆様方の健康づくりへの理解が一層深まることを願っているところであります。そして健康づくりのこの輪が県全体に大きく広がっていくよう皆様方と力を合わせこの運動を一歩一歩着実に前進をさせてまいります。結びにあたりましてこの会議と県民運動によりまして本県が健康長寿県とに向かっていきますこと、そして本日ご出席の皆様お一人お一人の健勝ご活躍ご多幸をお祈りを申し上げまして主催者の挨拶をさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いを申し上げます。続いて根本厚生労働大臣よりビデオメッセージが寄せられました。根本匠でございます。本日福岡健康づくり県民会議総会が地域版の日本健康会議としてこのように盛大に開催されることを心からお喜び申し上げます。この県民会議では知事のリーダーシップのもと健診受診率の向上食生活の改善運動習慣の定着の3つを柱とし予防健康づくりを県民運動として推進されているとお聞きしております。この場を借りて小川知事や関係者の皆様のご努力に厚く御礼申し上げます。さて2040年を展望し誰もがより長く元気に活躍できる社会を実現することは重要な政策課題です。厚生労働省としても健康寿命の延伸を目指し予防健康づくりの施策を進めています。この実現に向けては幅広い関係者の参画や地域が一丸となった取り組みの推進が必要です。2015年に発足した日本健康会議では各界のリーダーが手を携え民間主導で健康寿命の延伸や医療費の適正化を推進していただいています。この福岡県の健康づくり県民会議もまた県内のさまざまな関係団体の協力のもと地域が一丸となって予防健康づくりを推進されているものとお聞きしております。
理念目標を共有している両会議が連携して本日このような形で総会を開催されることは大変意義深いものと考えております。本日の会議をきっかけに今後県内で取り組みがより一層浸透し全国のモデルケースとなることを期待しています。本日ご出席の皆様方もぜひそれぞれの職場や地域で予防健康づくりの輪を広げてください。福岡県においてますます取り組みが進むよう、そして大きな実りにつながるよう心からご期待申し上げ、私からの挨拶といたします。その後、議事として福岡健康づくり優良取組団体事業所表彰について、50店舗の従業員に対する巡回検診の実施や、家族に対する特定検診の受診勧奨などの取り組みにより表彰状、日産プリンス福岡販売株式会社との非事業所は福岡健康づくり団体事業所宣言登録事業所として従業員や家族に対する受診勧奨の取り組みなどにより同様に従業員の受診率が 100%、 非扶養者を含む受診率が 70% を達成し、検診受診率の向上に貢献されています。会社が費用を負担してヨガ教室やゴルフ教室を開催しているほか、階段利用の意識啓発、社外ジムの設置など運動を通じた従業員の健康づくりを積極的に推進され、その取り組みが他の模範となるものでございます。表彰状、株式会社ベントゥーノとの伊加藤君です。よろしくお願いします。県の食の健康サポート店に登録されております。病院の管理栄養士さんが監修いたしました、野菜たっぷり塩分控えめカロリー控えめのランチメニューの提供を通じまして、地域住民の食生活の改善に貢献され、その取り組みが他の模範となるものでございます。表彰状、リストランテサンビバンドの非事業所は福岡健康づくり団体事業所宣言登録事業所として従業員および地域住民の健康づくりに率先して取り組まれ、福岡健康づくり県民運動の推進に寄与されました。その功績は誠に顕著であり他の模範であります。よってこれを表彰します。平成31年1月25日福岡健康づくり県民会議会長、福岡県知事小川です。よろしくお願いします。毎月福岡市内において、県民や従業員を対象としたスロージョギング教室、朝ヨガ教室を開催されております。これからもよろしくお願いします。福岡健康づくり県民運動ロゴマークについて、福岡県の花である梅を用いて元気で健康的なシンボルマーク を制作したとのことでございます。県民運動の3つの柱、検診受診率の向上、食生活の改善、運動習慣の定着、この3つにつきまして そのバリエーションについても制作をしていただきました。感謝状、中野優子殿、あなたは福岡健康づくり県民運動ロゴマークの公募において県民の健康づくりの機運を高める素晴らしい作品を創作されました。県民会議幹事会においてあなたの作品が福岡健康づくり県民運動ロゴマークに決定されましたので、ここに記念品を贈り感謝の意を表します。平成31年1月25日福岡健康づくり県民会議会長、福岡県知事小川博、どうもありがとうございます。福岡県のいろいろな場所でこのロゴを目にするのを楽しみにしております。本日はありがとうございました。取り組みの3つの柱ごとの行動目標について、習慣の定着、この3つの取り組みを柱としているところでございますが、通知を踏まえまして、目標として設定させていただいております。3つの柱ごとの
行動目標について原案の通りご承認いただけますでしょうか。はい、ありがとうございました。それではそのようにさせていただきたいと思います。などが紹介されました。また日本健康会議事務局長渡辺氏による健康なまちづくり職場づくり宣言2020達成状況の報告、生活習慣病も皆様方も十分ご承知でしょうか、詳しく言いませんが、まあ、いろんな生活習慣病いくつかございますが、中でも糖尿病、今予備軍を含めますと日本で2000万人、そうしますと糖尿病悪くなりますといろんな重複といいましょうか、合併症を引き起こします。これまたご注意と思います。福岡県医師会副会長堤氏による健康寿命の延伸に向けた医師会の取り組みが報告されました。これはですね、なかなかそれぞれの寄って立つ法律といいますか、取り扱いのルールがいろいろと細かく決められておりまして、趣旨もそれぞれで違っています。ですからデータの収集に関しては簡単ではございませんが、いろんな方々の協力を得てですね、できるだけ一元的に収集できるように今モデル的に県医師会では行っているところでございます。さらに福岡大学スポーツ科学部教授檜垣氏によるスロージョギングの効果と実践について、いやもうきつい、これ以上運動できないって考えられる方は少ないかと思います。走るときには顎を軽く上げて背筋が自然と伸びて足を引き上げやすくなりますよ。そして呼吸がしやすくなります。少しこのスライド、皆様のお手元の資料をご覧いただいて、こういうふうにしたらいいですよ、いいみたいですよって言っていただければと思います。九州大学大学院医学部研究員教授二宮氏による久山町研究と久山元気予報についての講演が行われました。でこれをうまく使えないか、これが疫学の成果なんですが、これを見せられても皆さん多分何のコツかよくわからないと思う。そこでこれをもう少し分かりやすくするということでこういったものを作りました。つまり皆さんの健康状態の天気予報になぞらえて、こう皆さん健康状態を天気予報のように示すことができない、できるようなアプリを作りました。最後に取り組み事例の発表が行われ、日産プリンス福岡販売株式会社健診受診率向上に向けた取り組み、日産グループ企業内で毎年実施しているんですが、満足度が低かったことがきっかけとなりました。イオン九州株式会社食の健康サポート店とイオンモールウォーキングの取り組み、それぞれエリアごとに包括連携協定を結ばさせてもらっています。その取り組みの中で健康の増進に関することでありますとか、地産地消、要は地元の食料、セイコー IT ソリューション株式会社小菓子職域対抗歩く王決定戦の取り組み、健康経営でサポートと、当時つけたキャッチでございますけれども、終わった後のイベントの終了後にも、どんな変化があったかっていう差を分析するために終わった後もデータを収集させていただいてますけども、中間市市長から中間市におけるケアトランポリンを活用した介護予防の取り組みが紹介されました。若返り菌を発達させるのかって言ったらトランポリンがあったんです。健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間、健康寿命、県では今後もこの健康寿命を伸ばすことを目的に、さまざまな関係機関が一体となり健康づくりを県民運動として展開していきます。